すする TV。 ずるどうもすするです。いやー、毎日ラーメン健康生活ね、出張編ということで相変わらずやってるんですけれども、なんかねこうオープニングの時点でね、今日はちょっとなんか予想が違うぞって思った人もちょっといると思うんですけれども、こちらにもねある通り、本日こちら来ちゃいました。ドン、横浜赤レンガ倉庫で開催されているラーメン女子博さんにお邪魔してます。こちらではね、女性向けの多種多様なラーメン屋がね軒先を連ねているということで、もう今日はね女子の気分になって楽しんでいきたいと思います。レッツゴー。さあ、ラーメン女子博さん、まずはチケットステーションでラーメンチケットを買います。せっかくなので2杯はすりたいな。無事ラーメンチケットをゲットして、どのラーメンにするか迷いますが、まずは買い出し中華そばの知らない桜さんにレッツゴー。いろいろトッピングもあって迷いますが、もちろん全部そうです。早速来ましたよ。こちらが知らない桜さんの買い出し中華そば全部のせ。おお、大きな海苔が風で飛びそう。王道な中華そばといった見た目で1杯目にぴったりです。では、いただきます。まずはスープから。ほう、醤油のコクと貝のうまみが見事なバランスで落ち着くおいしさです。お次に早めですが、飛んでいく前に海苔から食らう。ひゃー、なかなか食べないですが、スープと一緒に食らうと海苔の香りで魚介のうまさ倍増です。さあ、続いて青空の下でチャーシュータイム。一口で食らう。プリッとした食感で鶏チャーシューならではのさっぱりさがうまいです。お次にネギ食らって、メンマ食らって、いよいよ麺いっちゃいました。少しウェーブのかかった麺をすする。おい、滑らかな口当たりでスープをしっかり持ち上げてくれます。貝を丸ごと食べてるかのようなうまみががっつりとくるスープもどんどんすすり力を高めてくれます。さあ、お次に2枚目のチャーシューを食らう。ほわ、こちらはジューシーで肉肉しく、かなり食べ応えがあります。では、ここで浜の番長味玉を食らう。おい、反対側から黄身が出ちゃいました。しかしこれが物語る通り、トロトロの黄身が幸せなうまさです。さあ、夢中ですすっているといつの間にか完食。キレのある醤油に後から香る貝のうまみが詰まった素敵な一杯でした。では、1杯目スリー。叶えたい夢がある。すすりたいラーメンがある。あなただけのラーメンを届けたい。ラーメン女子博2016、3月21日まで。読み込み中です。みんな、赤レンガに急げ。というわけで、お次は密かに気になっていたラーメン神豚さんのがっつり神豚ラーメンにしましょう。こちらではトッピング3点セットをチョイス。ニンニクとタレはセルフであげましょう。こちらがラーメン神豚さんのがっつり神豚ラーメントッピング3点セット。足玉に描かれた豚の絵がとても可愛いです。それでは2杯目、おいときます。まずは野菜から食らっていきましょう。ふむふむ、シャキシャキ食感が次の一口をどんどん求めて、この茹で加減でかなりこのラーメンの信頼度が高くなります。久しぶりの早送りでどんどん食べ進めていって、このでっかい豚ちゃんを食らっちゃいましょう。ララパート、口の中ですぐにとろけるタイプでめちゃくちゃうまいです。お次は脂身多めの部分を食らう。ほう、脂の甘みが一気に味覚を占領して最高。では、そろそろ麺に行きましょう。この平打ち麺をすする。うえい、もっちりとした食感でとてもすすりやすい。スープもよく染みていて、噛むたびに溢れ出して美味しいです。と、ここで黒ウーロン茶を飲み干してしまったので2本目に突入。やっぱ1ラーメンに1黒ウーロン茶飲まないとね。さあ、またまた豚ちゃん食らって、浜の大魔神味玉を食らう。ほう、少し固めの半熟でマイルドのうまさがたまりませんな。こちらもすすりまくっているうちに完食。本日も大変すれました。二郎系が初めての女性の方でもかなりすすりやすいので、こちらもおすすめです。では、おすれと、ここで偶然いたリスナーさんから黒ウーロン茶の差し入れ。これはもう一杯すするしかない。時間切れ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメン女子博さんにね行ってきたんですけれども、まずね今日1杯目はね散らない桜さんをいただいたんですけれどもね、貝のね出汁というかもう旨味がもう全面でしてね、あ、もう貝好きにはたまらないですね。2杯目はねもうラーメン神豚さん、もう言わずと知れたね二郎系なんですけれども、スープはねいわゆる乳化系と言われるね、結構油の甘みがあるタイプの風強いのいやー、でもね外ってこうフェスみたいなところね本格的な二郎系をいただけるんでなかなか嬉しいですですよね。いや、しかしねちょっとラーメン女子博さん魅力な企画がちょっとありすぎて、ちょっとすする TV さんの方からね1日じゃ足りないぞ、尺が足りないぞみたいな感じで言われたので、急遽前後半に分けてね明日もラーメン女子博さんやりたいと思います。よろしくお願いします。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン女子博2016さん、こらこらラーメン大好きすするさんや。はい、さーて次回のすするさんはすするです。ラーメン女子博っていろんなラーメンがあって楽しいな。明日はどのラーメンにしようかな。さて次回はわかめ冬の通学路、城之内シス、見知らぬ天井の3問です。明日も見てね。セーブしました。